それではパレットパレットの皆さん、よろしくお願いします。どうぞ。はい、皆さんこんにちは。はい、私たちパレットパレットです。よろしくお願いします。自己紹介したいと思います。まずあーちゅん。はい、中二病魔界からやってきた二次元大好き赤担当のあーちゅんです。よろしくお願いします。あーちゅん、ありがとうございます。はい、ツンデレガール素直は苦手、愛してくれたらデレデレガールオレンジ担当のアリリンです。よろしくお願いします。あーれー、ありがとう。はい、ふわふわマシュマロスマイルでみんなに元気を届けます。自称世界一かわいい水色担当のマナチです。よろしくお願いします。マナチ、ありがとうございます。私たちこの3人で活動させていただいています。皆さん応援よろしくお願いします。はい、それでは早速歌いたいと思います。聞いてください。桃色クローバー Z さんのムーンプライド。プリズムパワー、メイクアップ。あなたの力になりたい。
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。インタビュー大丈夫ですかね。息が出ますよね、あれだけ歌って踊った後だとね。大丈夫です。大丈夫ですか。はい、はい、桃色クローバー Z さんの曲なんですけれども、はい、オリジナル曲を出そうなんていう話はないですか。欲しいよね。欲しいです。欲しいですよね。作ってください。お願いします。なんかもうファンの皆さんから楽曲募集してもいいんじゃないですか。おそれでも全然、はいね、いいですよね。よろしくお願いします。あいりんが詞と曲だけ作るんで、はい、そこにバックのメロディーをつけてくだされば、はいはい、あそうなんですね。そうです。あもう作詞作曲されるんですね。趣味でちょっとやってるんですよ。あじゃあ書き留めた曲なんかもだいぶあるんですか。 あります。はい、あそうですか。じゃあ間もなくオリジナルデビューということですね。はい、頑張ります、はい、頑張ります、はい、頑張ってください、はい。ありがとうございます、はい。結成してちなみにどれぐらい経つんでしょう。今1年と半年ぐらいかな、はい、ですね。1年半ぐらい。すごい、もうベテランみたいでしたね。大西もあのアイドルアーナー目指してますんで、はい、なんか一言アドバイスいただけますか。教えてください。アドバイス、はい、じゃあ魔界から来た。あーちゅんから。魔界から。いやでもとっても綺麗で美人なんで、もう全然もう慣れちゃうと思います。むしろもうね、慣れてます。むしろ。ありがとうございます。優しい皆さん。ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ続いてはですね、はい、まずステージの方にお呼びしましょうか。はい。はい。